こんにちは、ガンちゃんです。今日はですね、ソレユケスカウティングレポート2023ということで、中央大学の西舘雄飛投手について話していこうと思います。阪神の先発ローテーション投手を見渡しますと、エース格の青柳投手を筆頭に、右投手は西勇輝投手、西純也投手、才木投手らが名を連ねていきますが、藤浪晋太郎投手がアスレチックスへ移籍したために、今後を見据えますと右の先発型の投手の補強は必須課題です。ここ近年、阪神投手陣もスピードのあるボールを投げれる投手が揃ってきた感じはありますが、まだまだ補強していき、数年後の投手陣の柱を形成していかなければなりません。そういったわけで、今回は戦国トートリーグで今ドラフト大学生ナンバーワンの右投手、中央大学の西舘雄飛投手について注目してみました。この動画を最後まで見ていただけましたら、西舘雄飛投手の経歴や特徴についてご理解いただけるかなというふうに思います。このチャンネルではファン目線とスコアラー目線の切り口で、様々な角度で野球の話をしています。それゆけスカウティングレポートシリーズでは、2023年のドラフト候補の選手をね、数多く紹介するシリーズになっておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しく思います。結論から言いますと、西舘雄飛投手は相当活躍するんじゃないかなというふうに思います。それでは早速、西舘雄飛投手の経歴から見ていきましょう。西舘雄飛投手、2002年3月11日生まれの20歳、身長は183センチで体重は79キロ、右投げ右打ち、岩手県一戸町出身で、細身な体格から想像もつかないストレートを投げ込む本格派右腕です。一戸中学では軟式野球部に所属しまして、127キロを計測しています。中学2年生の夏に背番号11で全国ベスト16に入ります。高校は花巻東高校へ進学し、1年生の夏からベンチ入りします。2017年9月20日に行われました秋季岩手県大会での準々決勝では、盛岡校との試合で2対4とリードされている場面で、5回から西舘投手は登板します。そこから4イニングを無失点に抑えまして、チームは5対4とサヨナラ勝ちを収めます。続く2017年9月23日に行われました準決勝では、一関学院との試合で5対4と1点リードの7回からリリーフ登板しまして、見事にリードを守りきり、3回無失点の好投を披露します。その後、東北大会では4試合中3試合に登板しまして、20イニングで防御率 1.33 という好成績を収めます。2017年10月18日の聖光学院との決勝戦では、西舘投手はリリーフで登板するのですが、8回と9回に1点ずつ許してしまいまして、4対6と敗れ、準優勝となりました。2年生になりました2018年4月1日の春の選抜で、花巻東高校は大阪桐蔭高校と対戦します。当時の大阪桐蔭高校打線は、4番に現在千葉ロッテマリンズに所属します藤原恭太選手、そしてドラゴンズのネオ選手らが5番を打つ最強の世代で、花巻東高校は0対19と大敗してしまいます。西舘投手はこの試合で2番手として登板しまして、2イニングで7失点と大阪桐蔭打線を抑え込むことはできませんでした。しかし、この夏の甲子園大会終了後に腰痛になりまして、なかなか思うような投球ができず、2年生の夏には甲子園での1回戦で登板するのですが、3分の1イニングを投げるのみとなります。3年生夏の県大会の予選では、球速が149キロまで伸びました。しかし、2019年8月9日に行われました夏の甲子園大会初戦の鳴門高校戦で、2番手として登板した西舘投手は、5回と3分の2を投げまして、6失点という内容で、試合も4対10と大敗して甲子園を去ることになります。中央大学へ進学しました西舘投手は、1年生の秋からベンチ入りします。3年生の秋のリーグ戦では9試合の登板に対し、5勝1敗、ベスト9にも選ばれます。特に2022年10月5日に行われました秋のトートリーグでの青学戦では、6連勝中の相手に対して8回までノーヒットノーランに抑えるピッチングを見せます。この日の最速は154キロの直球を投げ込み、小雨が降る中での投球で、ボールが滑りやすい状態だったにもかかわらず、見事にマウンド上で歩幅を修正しまして、9回にピンチを迎えるのですが、1失点で完投勝利を収めています。この試合では、中日の立浪監督が同じ中央大学の阪神に指名されました森下選手の視察で訪れていたのですが、各球団のスカウト陣が見守る中、エースの投球を披露しました。西舘雄飛投手の特徴としましては、まず1点目に、最速155キロのストレートにスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットを投げます。西舘投手の一番の特徴は、ランナーがいなくてもクイックで投げられるところです。クイックの投球でも150キロを超えるストレートを投げられるのは、能力値としても一級品のものがありますので、右打者へのアウトコースへの小さなスライダーが非常に有効的に使えます。ボールにも角度がありますし、腕もしっかりと振れている投手になるのですが、制球に少しばらつきがあります。リリースした瞬
間に大きく外れましてボールになる球がありますので、バッターからすると選球はしやすい反面、低めにボールが集まりますと大変打つのは難しいピッチャーです。以上のような特徴のある投手なんですが、西舘勇陽投手は獲得すべきだと思います。その理由といたしましては、まず1点目に阪神は青柳投手に西勇輝投手ら右の柱となる投手はいますけれども、藤浪投手が抜けた後右のスピードボールを投げられる先発投手陣は補強しておかなければならないという点、そして2点目がクイックで150キロを超すストレートを投げられる投手はそうそうはいませんから、制球がアバウトなところもありますが、やはりその投球は魅力的であるという点、そして3点目に2022年に開幕投手を務めました藤浪投手がアスレチックスへ移籍してしまいましたので、日本ではあまり成績は残せなかったとはいえ、藤浪投手が抜けた穴を西舘投手が埋められる可能性は十分にあるという点、以上のような点が挙げられます。確かに新人投手に関しましては実際に投げ込んでみないとわからない部分は多々あります。しかし今の阪神には西舘勇陽投手のような速い球を投げられる右投手は必要だと思いますね。さて今日はソルイケスカウティングレポート2023ということで、中央大学の西舘勇陽投手について話してきたわけなんですが、もう一度西舘勇陽投手の特徴を振り返りますと、まず1点目に最速155キロのストレートにスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットを投げます。西舘投手の一番の特徴はランナーがいなくてもクイックで投げられるという点です。クイックでの投球でも150キロを超えるストレートを投げられるので、能力値としても一級品のピッチャーであります。右打者へのアウトコースへの小さなスライダーが非常に効果的に使えます。ボールに角度もありますし、腕もしっかりと振れる投手なのですが、制球に少しばらつきがあります。リリースした瞬間に大きく外れてボールになる球がありますので、バッターからすると選球はしやすい反面、低めにボールが集まりますと打つのが大変難しいピッチャーです。以上のような特徴のある投手です。先発はもちろんのこと、リリーフとしての適性もあるために幅広い起用に応えることができる西舘投手、長身から投げ下ろす角度のある直球はセリーグの各打者を抑え込むには十分な球の威力があると思いますね。伸びしろも期待される投手ですので、2023年ドラフト上位候補として大学生右ピッチャーではナンバーワンの投手だと思います。さてこのソルイケスカウティングレポート2023では、視聴者の皆さんからの情報や意見もどしどしコメント欄にお待ちしております。今後も2023年ドラフト候補の選手を動画で紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。コケイサンショー TV ではオリジナルグッズが買えるショップもあります。概要欄にリンク貼っていますので、どうぞコケイサンショー TV ショップの方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。